イニーゴ・カンピオーニは、イタリア王国海軍の軍人。最終階級は大将。カンピオーニは、第二次世界大戦間において、イタリア、トスカーナ州ルッカ県ビアレッジョに生まれる。1893年、リボルノのイタリア海軍兵学校に入学し、96年、卒業。98年、正式に少位に任官され、1905年に退位。1 9十一年、 総甲巡洋艦アマルフィノル組員として、井戸戦争に参加。第一次世界大戦では、アドリア海海戦中の16年、官票には少佐に昇進し、駆逐艦、アルディート艦長に就任する。多くの輸送船団の護衛を務め、17年9月には、アドリア海北部での海戦で武功を挙げた。その後の功績により、武功制度勲章を授与された。また、 急戦協定成立後の18年12月には先行十字章を授与された。翌年、中佐に昇進。26年に大佐。ラスペツヤの海軍交渉等官を経て、パリで駐在部官となった。1929年、カンピオには従順用カントリエステに第一、艦隊参謀長として上官し、30年5月から翌年同月までトレントの艦長を務めた。 32年、少将に進級し、34年に上級少将となった。海軍官房長官を経て35年から翌36年まで、第5戦隊司令官として、第二次エチオピア戦争に参加した。36年、中将に昇進し、38年まで海軍、副本部長を務めた。十九年、王国海軍における最も有望な提督として、 海軍の主力たる第一艦隊司令長官を命ぜられ、機関ュリオチェザールに座上する。間もなくして、元老院議員の職も得た。カンピオーには第二次世界大戦中、艦隊司令官として、カラブリア沖海戦をはじめ、たラント空襲、ホワイト作戦、スパルティベント、三沖海戦といった数度の海戦を指揮した。だが、その後の戦いで、 イギリスの輸送船団の妨害に失敗した責任を問われ、40年12月8日に司令官を解任され、海軍官房長官の職に戻った。カンピオーニの後任には、アンジェロ・ヤキーノがついた。しかしながら、40年6月から翌7月までの功績として、サボイア軍事勲章を授与された。7月15日、イタリア領英下海諸島の総督に就任した。 1943年9月8日のイタリアの急戦時にカンピオーニはロドス島にいた。カンピオーニはイタリア社会共和国への協力を拒否するとドデカネス諸島戦役に巻き込まれた。9月15日、ロドス島の守備隊はドイツ軍に包囲されカンピオーニは逮捕された。ポーランドのビエルコポルスカ県にある捕虜収容所に拘留された。1944年1月。 カンピオーニの身柄はベローナに拘留された。同年5月24日、カンピオーニはパルマにて重殺刑となった。死後の1947年11月、イタリア共和国政府より武功黄,黄金勲章を追贈された。カンピオーニの墓はバーリの軍人墓地にある。ありがとうございます。